AFP イコール時事10日に行われたサッカーのコパアメリカ2024コパアメリカ準決勝の試合後敗れたウルグアイの選手がコロンビアのサポーターとの乱闘騒ぎを起こしたテレビ映像ではウルグアイのダルウィン・ヌネスダーウィン・ヌネスが0対1での敗戦後観客席に入ってコロンビアのサポーターにパンチを繰り出す様子が映っていたこの日 米ノースカロライナ州シャーロット、シャーロット、にあるバンク・オブ・アメリカ・スタジアム、バンク・オブ・アメリカ・スタジアム、に訪れたサポーターの大多数はコロンビアに声援を送っていたが、両国サポーターを隔てるものはなかった。乱闘が繰り広げられる中でウルグアイの選手数人がスタンドに飛び込み、家族を守ろうとしている様子だった。警察が介入に入るまで、この争いは数分間続いていた。 ウルグアイの DF ホセマリア・ヒメネス、ホセマリア・ジメネスは、試合を観戦していた自分たちの家族の身を案じて選手たちは小競り合いに加わったと話した。家族が危険にさらされた、小さな新生児を抱えた愛する人を連れ出すためにスタンドに行かなければならなかった。カズハイの酒飲み方を知らない人たちがいるから、毎試合こういうことが起きる。観客の大多数がキロについた後も、 80人から100人ほどのウルグアイサポーターは、キッチ上に留まったままだった。